姫路競馬場は兵庫県姫路市にある地方競馬の競馬場である。正式名は姫路公園競馬場。主催者は兵庫県競馬組合。本校では併設されている中央競馬の場外勝馬投票券発売所であるウィンズ姫路についても記述する。公述するとおり2012年9月以後は非開催が続き。 事実上旧市競馬場扱いとされていたが、2020年1月15日に8年ぶりに開催が再開された。姫路競馬場付近の空中写真。1980年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成姫路競馬場前身の淡路競馬場が廃止された際に、それに変わる形で1949年に、 開設された。姫路公園競馬場の名の通り競馬場全体が公園となっており、コース内側は場外発売時の駐車場やイベント等に対応可能な芝生広場、自動遊園が整備され、馬場内公園への入り口も設けられている。2005年8月より D ネットに加盟し、それに付随してオッズパークにも加盟している。姫路競馬開催以外では、 その競馬開催時の場外発売のほか、地方多帖の交流重賞などの場外発売、中央競馬の場外発売も行われている。2003年より、中央競馬の場外発売所としても活用されている。発売開始初年の2003年は毎週日曜、だけだったが、2004年から土、日の開催に拡大された。なお、名称は、姫路場外であったが、 2012年1月より、ウィンズ姫路に正式名称が変更されている。近年まで、近畿地区の JRA の場外発売所の中で、唯一直馬券を発売していたが、2008年6月上旬から2回スタンドの自動券売機の更新工事が始まり、2008年6月14日をもって、JRA の直馬券は、近畿地区の全競馬場、ウィンズから姿を消すこととなった。 2011年2月13日、小倉競馬場で行われた3歳未勝利戦で、1950万7010円という JRA 史上最高配当が飛び出し、2票中1票が、ここで発行された馬券だった。当施設は平日払い戻しも行っているが、月曜の10時から14時30分までとなっている。また基本的には、ハッピーマンデー、振り替休日、 年始の平日や代替競馬開催日にその競馬が開催されない場合は JRA の馬券を発売する。ただし JRA が開催中止となった際の代替開催日がその競馬開催日と重複する場合、その競馬場外発売を優先させるため JRA の馬券の発売を行わない。投資説は JRA の発売システムを利用しているため、地方競馬強度トータリゼータシステムを利用して、JRA の場外発売を行っている J プレイス各会場で購入した投票券は払い戻しできない。発売、発売なし姫路競馬本場や中央競馬場外における3連単の発売は全レースを行っている。2021年に開催の重賞を記載する。 2009年4月よりスカパーの鉄道チャンネルで開催日に無料放送の姫路競馬中継を放送していたが標準画質放送の終了に伴い2014年3月末で終了した。2014年4月からは地方競馬ラインで中継を開始している。当初は当チャンネルの開局を機にスカパーでの中継から撤退するとしていたが 開局直前になって、急遽中継を行うことが決まった。ただし、万栄競馬、北海道競馬、名古屋競馬場、高知競馬場での中継を優先するため、中継しない日がある。そのため、地方競馬9で中継しない日は、寄席チャンネルで中継を保管している。かつては7月11月3月に3回催ずつ、京急開催を行っていたが、兵庫県競馬の馬券売り上げの低迷。 それに伴う業績の悪化で、組合の予算が厳しくなってきたことや、そのだけ馬場に比べて集客力や、馬券売上げで劣ることなどの理由で、姫路競馬の開催日数は縮小され、おおむね年間3開催まで減少した。2012年に、そのだけ馬場で始まった、金曜日のナイターが春から秋にかけての目玉となることもあり、2013年以降は、 兵庫県競馬の全日程をその他のみで開催しており、2012年を最後に2019年いっぱいまで姫路での開催は行われなかった。その間は毎年のように存続すべきかどうか議論されて廃止の危機に追い込まれていた。そんな状況の中、その競馬の馬券がインターネット投票の普及とその金ナイターの実施によって売り上げが回復し、 兵庫県競馬の業績が改善されたため、一度は開催休止となった姫路競馬を再開させるという異例の決断に踏み切った。ありがとうございます。